あの子は。よし。安原です。あなたのお母さんが交通事故に遭いまして救急病に収容されております。どうぞ。はい。犯人の人数は3人です。1人が銃を持ってました。コンテナ車の中の様子を話してほしいんですが。様子といっても恐ろしくて何も覚えてません。じゃあ一つずつゆっくり思い出してみよう。まずコンテナの中にはどんなものがあったのかな。ラジオがありました。うん。でそれから ここに食料用の段ボール、それからここに飲料水用のポリタンクがありました。うん。君が縛られていたのはこの隅です。大樹刑事はこっちの隅で右手に手錠をかけられてました。他に何か。ここには何が置いてあったのかな。さあ、ポリタンクでした。ポリタンク、この飲料水のポリタンクとは別のものなんだね。これが転がった時に慌てて起こしてました。慌てて起こした。ガソリンか。じゃあ滝刑事はどんな様子だったか思い出してくれないか。あの人たちの言いなりでした。全く無抵抗だったんですか。はい。私のためにひどいことされて。でも一度だけタバコを吸わせてくれと言ったんだ。刑事よ、あんた人に物をもらうときはなもっと下手に出るもんだぜ。意地悪なバカ、ふざけんじゃねえよ。なるろ。一度だけ逆らったタバコのことで。たくさんらしくありませんね。我々がこうして聞き出すことを奴は計算したのかもしれない。え？その時の様子をもう少し詳しく。詳しくって言ってもほんの一瞬のことだったんで。殴られて倒れたんですね。ええ。
ちょうどこのポリタンクのあたりに。スコッチはわざとそのポリタンクに。